皆さんこんにちは、少々の近藤でございます。ですね、AirPods をなくしました。もう最近ちょっと僕どうかしてんなと思うんですけど、ダレスバックがもう嫌になっちゃうでしょ。その YouTube で紹介したダレスバックですよ。もうこんなにいいかもはないっていうようなね、最高に気に入ってますと。もうこのダレスバッグがおかしくなって、もう使えなくなったら僕は少々やめますとまで言ってるんですよ。ちょっと見直してみたんですけど、そこまで言って、でもね、もう嫌だなって思っちゃってる。ね、罰が当たったのかもしれないですね。こう、物を大切にしろということなのかもしれないです。AirPods をね、なくしたんです。AirPods も僕動画で紹介して、こんなに、ね、素晴らしいものは最近買ってない。もう本当に、ね、大絶賛したと思うんですけども、実際に気に入って、いつも持ち歩いてたんですよ、外出するときは。で、あれね、ちっちゃいんです、すごく。もう、本当に、こんなちっちゃいんですよ。ケース入れても。で、それが気に入ってたんですけど、逆にちっちゃすぎて、どうやってなくしたかっていうとですね、ポケットの、携帯が鳴りました。切れたのかとか気がします。電車乗った時にですね、こうズボンのポケットに入れたんですよ。そしたらそこからこうスポッと落ちてたのを気がつかないで、そのまま立ち去ってしまって、で電車降りてしばらくして、AirPods 耳につけようと思って、あれないっていうふうに気がついて、で、まあ、電車駅に戻って、落とし物届いてないかとかも聞いたんですけど、届いてませんでした。まあちょっとねショックですよ。やっぱりね、2万2000円とかねするんですね。で、Apple 製品ってこうデバイスを探すっていう機能があるじゃないですか。で探したんですよ。でもね、もうなんかね、飯田橋の神楽坂の大きな道の道路の真ん中にあることになってるんですよ、見ると。でそこから動かないんですよね。でどういう状況なのか、まあちょっと耳に行ってみようかなとも思ったんですけど、まあ戻ってくることはないなって思ったので、まあ見には行かなかったんですけど、残念ですよね。でそれからちょっとね、そのなくしてしまったっていう自分へのこうなんですかね、罰っていう意味もあって、すぐ新しいものを買うってことはせずに、エアポッツなしで今我慢してます。ただまあね、ちょっと次はね、エアポッツプロを買おうかなとちょっと思ってしまってる自分が本当にね、情けないやら楽しみやらっていう感じで、今日本当にくだらない動画ですいません。AirPods Pro を買いたいですっていう動画にちょっとなってしまいそうな感じですね。まあそんな感じですね。まあ今日ちょっと土曜日なんですけども、まあ、世の中はねコロナウイルスの関係で実質外出規制ですね。まあスタバもね、お店もやってないっていうことで、本当にね、皆さん家の中にいらっしゃると思います。で国立駅前、今ね、本当桜満開で、例年だったらもうね、歩けないぐらい人がいっぱい来てるんですけど、まあ、それでも見に来てる人はいますけど、やっぱりかなりね、例年比べると人は少ないです。僕はちょっとね、どうしても今日中に書類を作ってメールを送らなきゃいけなかったのがあったんで、来てみたんですけども、もうちょっと今日はそろそろ帰りたいなっていうふうに思ってます。まあ、本当今日くだらない動画ですいません。ここまで見てくださる方どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。もうここまでね見てくださる方って本当にいつも見てくださってる方だなと思いますね。この場を借りて本当にね、お礼を申し上げたいと思います。いつもありがとうございます。もしねここまで見てくださった方でチャンネル登録されてないって方はもう多分いらっしゃらないと思うんですけど、もしいらっしゃるようだったらぜひチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。今日はちょっと軽い動画ですいませんでした。ありがとうございました。